もう10年15年経つと今までの仕事は全部なくなってしまう可能性もあるわけですね。人はかなり成功する確率が高い。年収もそらくその方が上がるでしょうね。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップシュのサスケです。チャンネル登録ベルマークのクリックアメの方よろしくお願いします。本日もスペシャルゲストに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。まずはじめに簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はいはい、エバタと申します。就職は最初は伊藤忠商事というところに入りまして、はい、航空機関での仕事をやってました。うん、6年経ってアメリカのスタンフォード大学の方に留学させていただいて、うん、2年来まして帰ってきましたけれども、はい、その後2年部門のですね、企画統括という子会社の管理とか、はいはい、そういった経営に関わるところをやってたんですけれども、はい、スタンフォードでやってインターネットがですね、これから爆発するなというふうに思いまして、自分でデジプリというベンチャー企業を立ち上げて、まあ、それを10年運営して、今はプラザクリエイトさんっていう会社に売却をして、サービスもまだ続いてるんですけれども、その後日本コカ・コーラでデジタルマーケティングのトップをやり、日本マイクロソフトでマーケティングのトップをやり、あとは IMG って今アクセンチャーに買収されたアクセンチャーデジタルの一部ですけれども、まあ、そちらの会社の役員だったり DNA の役員だったりをしまして、からコンサルを今やっております。あと情報系イノベーション専門職大学という大学の教授もやっています。なんかもう4人分ぐらいのキャリアが来てるんですけども、まだまだ重ねます。あー、すごい。ちょっと過去一番経歴が深い方というか、豊富な方っていうことも言えるぐらいすごいキャリアの方に来ていただいたっていう感想なんですけども、まとめると、まあ、新卒大企業ですけど、はい、日本は、まあ、はい、そうですね、企業も経験されて、ベンチャーも経験されて、外資も経験されてっていうところで、もうあらゆる領域、まあ、キャリアっていうくくりで見たときでも、そうですね、公務員はないですね。いつの日かあるかもしれないですし、それはないです。ないですか。もうほぼ全て経験されてるっていう方かなと思いますので、それぞれの経歴も突っ込んでいきたいんですが、今日はやっぱり、まあ、大企業ベンチャー論争みたいなのが結構界隈で多いので、はいはい、ここに対するなんかエバタさんの見解をお聞きする動画にしたいなと。ありがとうございます。はい、ます。いわゆるそのなんか大企業に先入るべきだとか、ベンチャーがいいんだとか、転職はどうなんだみたいな話ありますけど、このあたりのキャリア設計ってどんな可能性があるっていうふうに岡田さん思われてますか。いや、これね、いい質問ですね。はい、ありがとうございます。っていうのは、はい、こういう質問って多分10年前はできなかったんですよ。うん、ベンチャーがいいのか大企業がいいのか、キャリア設計とかってそういう言葉が、ね、ほとんどなかったと思うんです、はい、だから入ったらずっと同じ会社にいてっていうようなキャリアをみんな描いてたと思うんですよね、うん、だけどもすごくこの10年ぐらいからやっぱりデジタルがこう出てきてからですね、はい、世の中ダイナミックになってきたというふうに思ってまして、うん、まあ、どちらでもいいんですけれども、大企業からベンチャーに行ったり、うんうん、またベンチャーに行ってた人が大企業に入って成功する事例っていうのはすごく大きくなっているので、あ、なるほど、まあ、要はですね、移った方がいいというような世の中になってきてるんじゃないでしょうかね。その順番は、まあ、双方メリットあると思うんですけど、いずれにせよ大企業ベンチャーって双方を経験することが大事な時代になってきてる。そうですね、双方が重要ですけれども、うん、まあ、どちらかというとですね、これ難しいんですけれども、うん、ベンチャーに行ってから大企業に入った人はかなり成功する確率が高いなと思います。我々のチャンネルのゲストの方とか、まあ、僕も含めなんですけど、うんうん、結構まず大企業に入って、ね、チャレンジする方がベンチャーに行くみたいなのは結構見るんですけど、うんうん、逆にベンチャーから大企業に行く例ってやはりまだ事例としては総数は少ないのかなと。そうですね、はい、私が今一番それで成功していると思うのは、Z ホールディングスの川部さんが、はい、夢ですね。もともとですね、電脳体っていう会社をやっていて、はい、でそこがヤフーに吸収されたんですけれども、うん、まあ、そのヤフーの中でこうのし上がって、今、まあ、孫さんと一緒にやってるみたいな形になってるんですね。それもやっぱりこうベンチャーって私も経営してましたけれども、うん、自分の職責っていうのはある程度決まっているものの、うん、結局全部やんなきゃいけない人がいないから、うん、でまだ少しずつ小さいし、で少しずつやってできたことが後々ものすごくやっぱり役に立つんですね、はい、一つの領域だけずっとやってる人でいきなり責任ボンって落ちても、うん、やったことないことだらけで、うん、もうドギマギしちゃうわけですよね、うん、そこはすごく大きいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。今どうですか。そうですね、僕自身も全く同じことを感じるといいますか、商社の時はもう営業、そうですよね、一つの商材の営業っていうくくりだったんですけど、その後のスタートアップでは、まあ、営業、CS、マーケ、はい、いろいろ全部やったりとか、そうですよね、採用やったりとか、
で今 CS とかありえないですもんね。普通できないですし、だから取り置き待ったらってやれるっていうところとか、未経験で調整させてもらえるとか、なんか自分にストレッチかかるみたいな環境は本当にベンチャーがあるので、なんかそこを一回経験すると多分大企業に戻っても同じ感覚で仕事できるというか。で今までだと、そういう人大企業取んなかったんですよ。でそれが割と積極的に新規事業をやんなきゃいけないとか、こう業績伸ばさなきゃいけないとか、なんか買収して運営しなきゃいけないっていうと、そういう経験者探すんですよね。で社内にはあんまりいないので、外から連れてくるといろんな経験してる人がもっと大きな器でできるようになるっていうのがすごく大きいなと思いました。で自分でもそれ感じたのは、ベンチャーを10年間やってたんですけども、その後にコカ・コーラに誘われて入って新しいデジタルマーケティングの部署を作ったんですけども、ベンチャーの時って何にもないところから作んなきゃいけなかったんで、その時は人もいてお金もあってブランドもあって、すごくやりやすかったですね。ああそっか、もう全部ツールはあるんだと。だからベンチャーの人が大企業に入るとツールがあって嬉しくてしょうがないんじゃないですかね。もういろんなことがない状況で頑張ってきた経験があると、そういうのアセットのある会社に行くと、そうですね、それをふんだんに使ってすごく面白い取り組みができるっていう、なるほどなるほど、そうですよね。ベンチャーでそのまま残ってコカ・コーラみたいな会社作るのはまあ到底不可能というか、まあそうですね、100年ぐらいかかる、と1台でやるのは相当きついっていう中で、その経験を持って大企業に移ってダイナミックなビジネスをやるっていうのはすごい夢がありますよね。そうですね、使い方が分かってるっていう。でも逆もしかりで、大企業に行ってからベンチャーに行って、すごく成功する人っても結構やっぱり出てきてますし、その時はある特定の分野のノウハウを持って、そのやり方を違うやり方で違う会社を作ってやるですとか、大企業で、培ったノウハウと人脈と、お客さんをですね、本当はいけないんですけど、こう連れてって垂直立ち上げするみたいな人も結構いますからね。そうですね、なんか私商社にいたのでまさにその事例多くて、その業界にどっぷり浸かるビジネスモデルなんで、そこで培った人脈や、見つけた課題を糧にその領域で起業して仲間集めて、そうです、ね、ガッとビジネス広げるとか B2B でやるみたいなことはよくあったりするんで、すごいある話だなと思いますし、多分こう江端さんのお話の中で感じたのは、いずれにせよ今の時代結構一回ベンチャーに、やっぱりそのできることの幅を広げる、負荷をかけるっていう経験があると、そのままベンチャーにいても活躍できますし、大企業に戻った時によりずっと大企業にいるよりも活躍できるって話だと思うの で、 そうです、ね、なんかこれは時代の変化を感じますね。いやなかったですよ、こういうオプションがね、なかったですし、いいですね、負荷をかけるっていう言い方がね。そうですね、あのトレーニングになりますよ、確かに、ビジネス上の、ご自身振り返るとやっぱり負荷はちょっとスタートアップの方が高かったなと思うので、いや絶対高いと思いますよ、休みがないですからね。そうですね、ゆっくり自分のロールが何でもやらなきゃいけないから、もう次々とやることがふつふつと出てきて、もう気づくとずっと働いてるみたいな人もねいると思いますけども、それでもいいと思うんですよ、それでもいいと思いますけど、だからそういうところも自分に負荷をかけてるわけですよね。ありがとうございます。で、せっかく江端さんが経験豊富で、やっぱりいろんな人脈もあると思うので伺ってみたいんですけど、そのベンチャーを経験した例えば若手とかが、今外資や日系の大企業からどう見られてるのかっていうのをもう少し詳しく聞いてみたくて、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。まあ、2パターンあると思うんですよ、だからちゃんとそういう業績を認めてる人もいれば、すぐこう映っちゃう優柔不断な奴らだなみたいな見られ方をする人も、まだまだ多いとは思います、まだまだ多いとは思いますけれども、まあ、日本も結構変わってきていて、人事院っていう国家公務員のね、人事の大本山の役所にはマッキンゼーとマイクロソフトから来た女性がトップの3人中2人そうなっちゃってますし、なっちゃってるっていうか、その時代のね流れとともに、でジョブ型人事、ですからこのあなたのロールは何ですっていうことで、このロールをちゃんと任せられる人であれば社内であっても社外であっても取りますっていうのが、外資系の基本なんですよね。でそれが今だんだん日本に入ってきていて、これだけの人の中で何やらせようかっていうことではなくて、もうちゃんとしたビジネスを根幹に事業がかかり始めている、そうしないとね、もう海外に勝てないんです、っていう時代になってきてるので、そこを認識していろいろやった方がいいと思いますね。ありがとうございます。そんな矢端さんにちょっと聞いてみたいのはですね、我々の視聴者で一番多い悩みが、いやでもスタートアップもなんかすごい気になるんだけど給料下がるし怖いっすみたいな、何が怖いか分かんないけど怖いっすっていう人がすごい、いや怖いですよこういう方がいらっしゃった時にどういうアドバイスされますか？ここねだから難しいんですけれども、本当に大丈夫だなと思う人にはもうどんどん言ってくださいと、もう間違いなく言えるんですけれども、この人ちょっと不安だなと思うと、大丈夫かなってちょっと思っちゃったりも逆にしますね。そこは人のタイプとかを見極めて、ベンチャーでも負荷かかった状況とかでも頑張れそうなタイプの人はもういけると思う、そうですね、リスクないよと。
だけどそうでないなと。ないっていうよりむしろ広がりますね。あ、なるほど。可能性が広がる。はい、ただ心配になる人についてはちょっと残った方がいいかもねっていうことを言うこともあると。そうですね。そういう人はいきなり出るんではなくて、うん、じゃあ例えば副業をちょっとしてみるとか、うんうん、そういうリスクの少ないところから広げていくっていうのが、うん、まあいいかなと思いますね。うん、はい、どちらかというと、で、はい、私その本を書いたんですけどもね。あ、ありがとうございます。ちょっともうせっかく出たんで今宣伝しておきますか。まあ、あの、はい、パラレルキャリアの育て方っていう本なんですけど、はい、パラレルキャリア、まあ、いろいろ副業をするっていうのは、うん、まあ、今言った転職の前段階にもなりますし、うんうんうん、副業をうまく重ねていくと結局転職したのと同じぐらいの幅の広いことができる可能性もあるので、今までなかったんですよ、そういうあのランサーズだとかいろんなこう、うん、サイトがどんどん仕事をくれるわけですよね、うん、そんな状況今までなかったので、うん、これをふんだんに活用するのがいいんじゃないかなと。だからやっぱりデジタルリテラシーっていうのはすごく重要ですよね、うん、そういう意味でもね、うんうん、でいきなりこう転職は怖い方とか、もっとその価値観広げてから行き先決めたい方とかは、間のキャリアとして副業っていうものがあると思いますし、そうでなくても可能性をただ広げるっていう意味合いでも気軽にできる時代来てると思うので、うん、矢端さんの書籍ももちろんそう、あの概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てもらえると思いますし、もうそんだけ選択肢のある時代なんで、あまりこう恐れすぎずにというか、副業であればもうチャレンジ簡単にできると思うので、はい、チャレンジしてみるというのも一つの手かもしれないですね。まあ、むしろですね、うん、ずっと同じところにいる人の方がこれからリスク高くなると思います。この10年でね、はい、あの今までない仕事が何パーセント生まれるんだみたいなことになると、うん、もう10年15年経つと今までの仕事は全部なくなってしまう可能性もあるわけですね、まあ、極端な話をすると、うん、そうするともっとダイナミックなところで新しいことにチャレンジし続けないと、うん、どんどん置いてかれるような世の中になっていくんじゃないでしょうかね。変わらないところはありますよ、いろんな変わらないところはあるんですけれども、とはいえ最先端のところだったり、はい、大きく伸びるところに行きたければそうせざるを得ないかなっていう世の中にもなりつつあると思います。じゃあ本日の動画では、はい、まあ、結構その大企業ベンチャーの比較ですとか、うんうん、これからのキャリアの渡り方、副業含めいろんなアドバイスいただいたと思うので、ちょっと次の動画では特に外資の畑も経験豊富だと思うので、はい、ちょっと外資のところを中心に聞いていきたいなと思っております、はい、で、今日の一応まとめもさせていただきますと、やっぱりその今現代においてはそのベンチャーのキャリアをキャリアの中に挟むことで、うん、まあ、できることの幅が広がったり負荷をかける経験があったりとかで、大企業にまた戻った時にずっと大企業にいる場合よりもいいキャリアが歩める可能性が広がっている。 で転職を怖い人は副業も絡めながらこういったキャラを実現していくことでどんどん市場価値上げられるんじゃないかっていうのが結論だったかなと思います、うん、はいはい、私がこの間ある銀行の役員の方と話したんですけど、はいはい、1回出てった行員に戻ってきてもらいたいって言ってます、はい、あ、出戻り、出戻りです。いや、でも中の体質とか文化を知って外で経験積んでくると、はい、ものすごくいいカルチャーとか提案をね中に持って帰ってきてくれるっていうのが本当にあると思うので、はい、だからこの大企業にずっといるプランの中でも、うん、ベンチャーに行った方が、うん、いいと思います。キャリアの中で最後はここにいるとしても、うん、そこをより良くするための経験というのは、うん、内部だけじゃね、うん、難しい時代になってきてますから、うん、外に行って、ま、戻ってくるなり、うん、スピンアウトしたら買収されて結局戻ったりとか、うん、そういうのがどんどん出てくる時代だと思います、うん、ありがとうございます。もうできることも年収もそらくその方が上がるでしょうね。そうですね、うん、飛躍的なようになると思います。ありがとうございます。一応今日の動画見てね、ちょっとこう気持ちが熱くなった方とかですね、現職に何やる方は現在特集では無料でキャリア相談引き受けてますので、概要欄から応募いただければと思います。で、繰り返しになりますが、江端さんの書籍ですね、タイトルもう一度いただいてもいいですか。スタンフォード式パラレルキャリアの育て方。ありがとうございます。こちら概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方はご購入いただければと思います。じゃ、それではまた2本目もよろしくお願いします。それではまた皆さん次回しましょう。 See you next time. バイバイ。 See you next time.スタンフォード大学に留学していたので、いろんなお話をこういただく機会があって、もう自分のブランディングとマーケティングができない人は生き残れないですね、外資の方では。とりあえず副業してみるとか、コミュニティに入ってみるとか、動いてみることが重要だと思います。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。